平野優は日本中央競馬会の元騎手で、現在は、調教助手。東京都府中市出身で、小学生の頃から父に連れられ、東京競馬場によく遊びに行っていた。中学2年の時に、同級生の中野光場に誘われ、東京競馬場の乗馬戦、中学校卒業後、競馬学校第24期生として入学したものの在学中に2年。 留年したため26期生として卒業。入学時の同期には、三浦昴生、伊藤匠信、大江原慶が、卒業時の同期には、菅原隆一、高倉良、川須義彦らがいる。競馬学校卒業後は、美穂トレーニングセンターの二宮義隆厩舎に所属。初起場は2010年3月6日の中京競馬。 第3レースで上天デジタルに起乗し15頭立ての13着。翌日の3月7日、中京競馬第8レースで7番人気、アストレーションに起乗し3戦目で、初勝利。26期生の中で最初に勝利を挙げた。2010年は7勝を挙げ、民放競馬記者クラブ賞を受賞した。2011年3月19日、ファルコンステークスで重賞初起乗。 二年目は16勝と勝ち星を伸ばした。2012年4月15日、福島3レースで湘南アタックに起乗したが3コーナーで、前の馬に触れてつまずき落馬。その際に内臓損傷の重傷を負い、起乗再開は10月13日まで時間を要した。結果、この年は未勝利に終わった。2013年5月4日。 新潟7レースでルチャドル・アスールに起乗し1年5ヶ月ぶりに勝利。ルチャドル・アスールとはその後も20戦以上にわたってコンビを組み逃げる競馬で計4勝を挙げ GII ントウルステークスにも出走した。2013年6月16日フランスシャンティ競馬場で行われた若手機種招待競争ロンジンフューチャーレーシングスター賞に JRA 代表で参戦し 海外初騎乗。2017年12月5日、同年12月31日をもって騎手を引退することを発表。現役最後のレースとなった12月28日の中山 4R では、自給車の12番人気アドバンスマルスに騎乗し、積極的に逃げて3着に入り、3着に入ることができて、悔いのない騎乗ができました。ですが、やっぱり競馬は、 甘くないということも教わりましたとコメントした。8年間の通算成績は1219戦29勝。引退後は、美保、伊藤大支給者で、調教助手となった。元騎手は攻め戦への転向が多い中、自ら志願して、持ち乗り休務員を選び、2018年1月6日の、 中山 1R を担当馬の工業ブライトが制し、JRA 新年最初のレースを勝利で飾った。ありがとうございます。